僕結構も恥ずかしいの多かったからさ。恥ずかしいってか、もう僕が一方的にね。だから、なんか、卵の白身と君どっちが好きかって言われて。待って俺それも言われた俺それ言われたそれさ、気づけたいや、その、俺君が好きって言わせたいやつだって気づけたそう。俺ね、最初、だから、てんてんてんってなったの、最初空白ができちゃっ君と白身どっちが好きですかって俺、考えちゃって、真剣に。 大丈夫ですかって言ってたん白身も好きやし君も好きやしなみたいなこと考えちゃってまあでも君が好きやなみたいな感じで真剣に「君が好きやね」って言ったら「ロさんインントネーショが違いますっててれさあ、そうなんだ求められてるのが違います」ってそっじあっそういうことね」って言っな。多分いやでもそんな君と白身どっちが好きなんていう実行犯一人しかおらへんやろ多分どうだろう でも時間だって被ってなかったと思うから俺そっか天馬と時間被ってる時なかったんじゃないかななんか本当に僕もそうでね白身の方が淡白あるから筋トレ的には白身だしなとか考えちゃって天馬と被ってる時間ある売り子ああったじゃあその人あるあるある多分その人かもしれん わあやりたかったなそれキミシロミ実行犯いるようわぁ聞かればさみや日も聞かれてるんだあだから天満みやびくん俺の三連単で聞かれてるんだ多分そうなんだ君三連単じゃあお二方気をつけてくださいよ次うどんとそばで来るかもしれないですからねいやさすがにそれはどっちでもいいわどっちもやいじゃ君のそばがいいって言うんですよああ。ああ。 やっぱね、そういうこと考えれんのやな、やっぱな。考えますよ俺、全然普通に君が好きやわつて言んてたもん。僕なんてだって、では発表します。僕の白身と君、どっちが好きかというと、で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 、その後すぐ気づいて、あっ、これは君が好きって言わせたかったんだって思って、ちゃんと言った。 あ、でも自分で気づけたすぐ気づいた。すぐ気づいた。いや、それ偉いよ。<laughs> それめちゃくちゃ偉いわ。<laughs>